はい、はい、どうも、ちょぶりです。てことで、今日はですね、玄関京、最強スパサブランキング、やった。 いいいと思いますいや、めちゃくちゃ久々のね、ランキング系動画になるんですけれども、なかなか最近できていなくて、ありがたいことにコメントとかでもね、ランキング動画やってくださいとかっていうコメントをいただいていたんですけれども、いや、久々の復活ということで、この企画やっていきたいと思います。で、今回はですね、スーパーサブランキングということで、これまだ結構ポジションですね、センターフォワードとかね、センターバックとかのランキングやっていたかなっていうの思うんですけれども、今回はスキル持ちですよ、スーパーサブランキングってことで、僕は個人的に 強いンンをの選手をランキングで、ベスト10から発表していいいきたいと思いますでこれはですね、まあ完全に僕の独断と偏見で、僕は個人的に実際に使って強いと思った選手をね、ランキング形式でベスト10から発表していきたいと思いますので、こう、まあ人それぞれね、使用感とかも変わってくるんで、あくまで参考程度にね、見ていただければなと思います。まあでもね、今回ご紹介する10名に関しては間違いなく僕は強いっていう風に言えるんで、よかったら参考にしていってください。ということで、ランキングベスト10からやっていきましょう。 はい。えー、てことで、10位はこちら、キングスレイコマンですね。10位に選ばせていただきました。ちょっと10名もいるんでね、テンポよくやっていけたらなというふうに思っているんですけれども、いや、このコマンはね、今作お世話になっている方多いんじゃないかなと思います。一応ね、ここに映っているこの週間のコマンが多分過去最強なんじゃないかなと思っています。一応コマンはこんな感じたくさんいるんですけれども、これはビッグタイムの方に関してはスパサを持っていないんで、うん、これ出てい中だとこね、このコマンが一番強いんじゃないかなと思っています。まあ、コマンのいいところはですね、まずこの両サイドどっちも できるところいいポイントですよね両ウイングもできて両ハーフもできるということで特にね442とか433とか使ってる方はねこれありがたいんじゃないかなと思いますでスパサーも持ちなんですけれどもこのドリブルのロスやっぱりスピーシュンですよねどっちも90超えていてドリブルも90乗っかってくるとで決定力も8まであってボディコンも8まであるんでまあ、使用感もかなり軽めになってますよねスキルもダブタ持っていてワンシュー持っていて根幹持っていてミドルシュートを持っているということでスキルはかなり優秀なのもいいポイントかなと思いますまあ、やっぱりスパサブでこのサイド ーサイドできて、ダブータとね、このワンシュー持ち、これめちゃくちゃでかいですよね。しかもこんだけ足も速くて、これでスーパーサブで能力者上がってくるということで、割とね、サイドだと本当に強い選手かなと思います。ちなみにチームサイドが乗っかってくるとこんな感じですね。一応まあ逆足所も普通に使えるんで、右サイドでも左サイドでもどちらで買ってあげても強いんじゃないかなと思います。まあコマンに関しては、こう、使用感がめちゃくちゃ軽い、超軽いっていよりか、どっちかやったら前の推進力があるタイプなのかなーっていうに思うんで、本当にサイドに適している選手なんじゃないかなと個人的には思ってますね。ぜひ まだ使ったことはい、ってことで、9位見ていきますはい、えー、ってことで9位はこちら、フェテリコ・キエーザですね。9位に選ばせていただきました。個人的にめちゃくちゃ推してるこのキエーザなんですけれども、今回9位に選ばせていただきました。皆さん、キエーザ使ってますかね正直ね、あんまり使った方多くは見かけないかなっていうね、僕は個人的な印象があるんですけれども、この選手めちゃくちゃ強いですよ。まずね、できるポジションは両ウィングと両ハーフとセカンドトップまでできるということで、まずこのポジション的性が めちゃくちゃ良くないですかサイドだけではなくて、ST もできるのがね、いいポイントかなと思います。で、能力値もこんな感じで、割と全体的にバランスがいい能力値してるんですけれども、その中でもやっぱこのドリブルとこの瞬発、これがめちゃくちゃ高いですね。92ということで、チームさ乗っかってくると、はい、こんな感じに乗せることができます。経済もどっちかっていうと、若干コマンと似ていて、足元がめちゃくちゃ軽いってよりか、結構本当に前の推進力がね、あるタイプのドリブラーかなと思ってます。で、スキル見ていくとこんな感じですね。えー、ダブタ持っていて クロスススを持っっててますとあとあライイジンンググシュートシシトザー,ススーパーサブチェイシングって感じでやっぱりこのサイドでピンクの持ってるのもいいポイントですよね。まあ右で使ってもね、うまくピンポイントクロス上げていけるかなっていうふうに思いますし、切り込んでもね、根果持ってますと。しかも逆足も使えるってことで、本当にこの選手に関しても両サイドどっちで使っても、セカドトップで使っても強いということで、もめちゃくちゃ万能なスーパーサブですよね。まあセカドトップで使うならもう少しパス能力しかもね、上げてもいいかなって感じはしてますね。まあ CF ができるライブレイースだとこれてましたけれども、本当ね、どこで使ってあげても強いんで、 ぜひねキエザ持ってない方獲得して使ってみてくださいはいってことで距離が消えたでした続いて8位見ていきますはいってことで8位はこちらデアラスカエタですね8位に選ばせていただきましたジョルジアンデアラスカエタ8位ということで選ばせてもらったんですけれどもこの選手もね個人的にフットボール買いマーからずっと 走してる選手なんですよね。デアラス会社に関してはマジショーカがね個人的にはめっちゃ軽いと思ってます。プレイスタルが二列目からで身長は172センチなんですけれどもこれデアラスカラーってウルブだったんですね。初めてそれは知りましたね。できるポジションは左のハーフと OMF とセカンドトップということでまあどこで使ったけども強いんですけど個人的にはね中央ですね。まあ OMF が一番ね僕的にはおすすめかなと思ってます。まあセカンドトップでも強いかなという,ふうに思いますね。でこの能力値見てくださいよこのバランスの良さこれチームさら乗っかってくる。 とここうなりますすよよれはめちゃくちゃゃく強いですよね、まあ、個人的に左サイドの使うには若干ねスピードが足りないかなっていう感じもするんで、まあ、瞬発は高いんですけど僕的には OMF かね ST がいいんじゃないかなと思ってますでこのデラスカイターが身長は 172cm ってことであんまり高くないんで消化もねめっちゃ軽いんですよねボディコンも89まであってこれ中盤の選手には珍しい決定力も87まで上がりますからねこれ魅力的ですよねドリブルのロッシュも高くてパスもうまいとでスキル見ていくとこんな感じですね えー、ダブタワンシュー持っていて、ミドル持っていて、アウトスピン、ピンポイントクロス、スルーパス持って持っているということで、これスキルめっちゃ良くないですかスパサブはもちろん、ダブタ、スルーパー,、えー、ワンタッチシュート、ミドルシュート、アウトスピン、ピンポイントクロス持ちですよ。これめちゃくちゃいいですよね。まあ、この選手に関してはさっきご紹介したコマンとかキーだとはまた違って、どっちかっていうと前の推進力っていうよりかこうメッシュ見たらね、めちゃくちゃボールがこねやすいっていう感じかなと個人的には思ってます。まあ、この能力値に加えてさらにスパサブで能力値上がってくるんで、めちゃくちゃ強い でぜひこのデアラスカイはい、ということで、7位見ていきますはい、いとうことで7位はこちら、デュロフェルですね。7位に選ばせていただきました。この選手に関しては説明不要なぐらいでね、デザロジかなり話題になっていたかなって思うんですけれども、週刊デュロフェルということで、一応他にもね、デュロフェルはこんな感じで登場してますね。まあ一番強いのはこの週刊なのかなと思っております。プレイスタイルがリンクフォワードってことで、できるポジションは両ウィングと左ハーフと CF と ST ということで こで使ってきても、ね、この選手も強いんじゃないかなと思います。で能力してこんな感じで、この選手も全体的にバランスがいいんですけど、 かなり高い水準で能力士バランスいいですよね。8周後半の数値もかなり多いですよね。これチーム差乗っかってくると、はい、こんな感じで、90以上の数値も出てきますと、スピシュン95えでドリブルも90ですね。で、パスもうまいんですよね。これ、グランダーパスが87、フライパスが89までありますと。で、ボディコンも86まであって、意外とフィジカルも70あるということで、これ高すぎるよね。両ウィングと左ハーフで総合値ね、裏総合値で101までいきますと。いや、この能力者とはそれはいきますよね。スキル見ていくとこんな感じで スパサブ以外にもダブタコンカー持ってますね。あとマリー者アウトスピンキック、ピンポイントクロスということでスキルもめっちゃ優秀ですね。やっぱりサイドもできる選手なんで、このピンポイントクロスとかね、アウトスピンキック持ってるのもめちゃくちゃいいポイントかなって思いますし、まあ、切り込んでコンカ持てるということで、これめちゃくちゃいいですね。一応右利きの選手なんですけれども、逆足が使えないんで、起用法はね、一応利き足をしっかり注意しながら使ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあでもこれ、改めて見て能力値えぐいですよね。そりゃ裏総合値こんだけいくわって感じなんですけれども、スキルも優 有志たち能力値もめちゃくちゃ高いということでこの習慣デオラフェを持っている方はねぜひ改めて使ってみていただけるといいんじゃないかなと思いますねとというこ7位がデオラフェでした続いて6位見ていきますはいえー、てことで6位はこちら中田選手ですね6位に選ばせていただきましたいや中田選手にはね個人的にめちゃくちゃお世話になってるのでちょっと6位に選ばしてもらったんですけれどもこの選手はまあめちゃくちゃ強いですよ皆さん使ってますかねなんかアプリバナとあんまり使っている方正直に見かけないかなって印象が、ね、勝手になるんですけれども 強気もあるとね結構見かけるって感じが個人的にはしてますね。中田選手がチャンスメーカーということで、は B コティなんでね、それもいいポイントかなと思うんですけれども、できるポリションもね、両サイドハーフ OMF、CMF OM ということで、このポリション的性もかなりいいですよね。まあ中盤でこれだけできるスーパーソーは結構ね、珍しいっていうかありがたいんじゃないかなと思います。で、ノロクションもこんな感じで、まあ、育成したいではあるんですけれども、スピッシュがかなり高めになってますね。ボディコンも89までいきますし、ドリブルノロクションもね、8横浜幅に乗っかってきますと。で、チームスタイルが入ってくると、 はい、こんな感じですね。まあ、全体的にめちゃくちゃバランスにの6値してますよね。ま、このみでもう少しクイックネスとか落としてその分ね、まあ、ドリブルとかパスとかに振ったりとかするのも全然いいんじゃないかなと思います。ま、このみでね、育成してあげればなっていう,思うんですけれども、どの育成してもこの選手はマジで強いと思います。しかも B 固定ですからね。で、スキル見ていくと、こんな感じということで、スキルはめっちゃ優秀なんですけれども、C っていうならスキル追加でマジでダブタつけてあげたいなって感じがしてますね。ダブタつけたらマジでね、もっと順位上に上がってくると思います。ドロップシュート持っていて、 闘争心ワンシューコンカミドルワンパーアウトスピンスパサブスルーパストいやこれマジでめっちゃ めちゃ優秀じゃないシュート系の突きでドロップシュート、ワンシュート、コンカミドルシュート持っていて、そしてね、ワンパワーアウトスピン、スルーパスまで持っていると、いや、中盤でこのスキル持ちでこの能力値これめちゃくちゃ優秀ですよね。能力はもちろんだけど、このスキルが優秀すぎるなって感じがしますよね。改めてこれにダブタつけてあげたら、まあ、ヤバそうですよね。まあ、身長も175センチってことはそこまでめちゃくちゃ高くないんで、消化も軽いですし、個人的にはね、まあ、サイドハーフってよりかはね、OMF とか CML 使ってあげるとめちゃくちゃ強かったですね。まあ現 時点ではねこの中田選手獲得できないんですけれども持ってる方はぜひ使ってみていただければなという風に思いますし持っていない方はね次もしこの中田選手が来たら間違いなくねスパーサブついていたら取った方が僕はいいんじゃないかなと思ってますねということで6位が中田選手でした続いて5位見ていきますはいえー、てことで4位はこちらハーランドですね4位に選ばせていただきました来ましたショもハーランドということで4位に選ばせてもらったんですけれども若干どうですかね皆さんからしたら若干順位低いかなとかって、ね、思った方もいるかなって思うんですけれども個人的にはね強い ですけどちょっとやっぱ使用感がね、少し重めかなって感じで、僕的にはもう少し軽い選手が好きなんで、今回4位に選ばせてもらいましたね。それでもね、軽い選手が好きな僕でも、この重たいハーランドでも、まあめちゃくちゃ強いとは思ってるんで、4位に選ばせていただきました。まあ相手とかにいたらめちゃくちゃ嫌ですよね。まあここら辺の使用感の重さ軽さっていうのは好みになってくるんじゃないかなと思います。特にこうクロスとかね、めちゃくちゃ使う方はね、かなりいいんじゃないかなと思います。ほんと1位クラスではあると思いますね。ボックストライカから身長 194cm ってことで、まあ、説明不要かなっていうのも 思うんですけれども能力値こんな感じですねチームサブが乗っかってくるとこうなりますとまあ、やっぱりこのねドリブル能力値ねこねボディコンが低いっていうのと身長が高いっていうのでね若干召喚多めになってくるかなっていうの思うんですけれどもそれ以外のこのオフェセン決定力スピードキック力フィジカルコンタクト全部95位といやこれは凄まじいっすよねこれでスーパーサブで本当に裏抜けさせたらね相手ついてこれないんでまあこれは本当に強いなって感じかなと思いますそしてねスキル見ていくとこんな感じですアクロバティクションコントロール シシシュュュー、ー、ーーッッヒルルトト、トリク、ク、ミドピライジングシュートとで、これでショータイムハーランドはフェノミナルフィニッシュを持っているということでね。いやー、スキルもやっぱりね、こんだけシュート系のスキル持っているからいいですよね。まあ、ダブルタッチとか持ってたら本当はやっぱりね、フォアダウンで嬉しいかなって感じはあるんですけれども、まあ、ダブルタッチうこ持たりとかドリブルするかっていうよりブルかって本当はボックス内でしっかり決めてくれるっていう感じの選手ですよね。本当、裏抜けさせたら相手はついてこれないかなーって思いますし、本当スパーサブで出てきたらめちゃくちゃ脅威だと個人的には思います。最初でも話した通りね、まあ、このシュ結構重めになるんで、 で好みは分かれるかなって思うんですけれどもまあ、軽めの選手が好きな僕でもやっぱり相手にいてもめちゃくちゃ悪いし自分で使っていても強いなってところで今回5位に選ばせていただきましたもちろんスタンダードとかでもかなり強いですし、まあ、このショータイムハーランド取った方も多いと思うのでぜひ使ってみていただければなと思いますということで5位がハールンでした続いて4位見ていきますはいてことで4位はこちら伊藤純也選手ですね4位に選ばせていただきましたまさかの伊藤選手4位ってね思ってる方多いかなって思うんですけれどもいやこ 個人的にね、この伊藤選手めちゃくちゃ強いと思ってるんですけど、皆さんいかがですかまあ、この伊藤選手っていうかね、他の指名規約の伊藤選手とかもそうですけど、どの伊藤選手でもね、めっちゃ強いって僕思ってるんですよね。まあ、右サイドしかね、できないんですけれども、めっちゃ右にいて嫌じゃないですか僕は相手にいても嫌ですし、自分で使っててもめっちゃ強いなっていう風に思ってるんで、今回4に選ばせていただきました。これは賛否両論出るのからどうなんだろうね。僕的にはマジで強いと思ってます。プレイスタイルがウィングストライカーで身長は176センチってことで、 このパックのね、伊藤選手はめっちゃレベルが上がりますねで。右ウィングと右ハーフができますということで、右ハーフでね、スーパーサブとか、あ結構極重かなと思います。で、チーム戦乗っかってくるとこんな感じですね。まあまず足が速いですということで、めちゃくちゃね、瞬発95まで上がるんですけれども、ドリブルの6種もね、89まで上がりますと、ボディコンも87まで上がるんで、使用感はめちゃくちゃ軽いですね。まあ決定力もう少し上げたかったかなって感じもしたんですけれども、まあ今回ね、使用感重視で育成してみました。で、スキルこんな感じですね。 まずダブタ持ってますと。で、根幹持っていて、ピンポイントクロス、ライディングシュート、スルーパスまで持っているということで、スキルめちゃくちゃいいですよね。やっぱりサイドこのダブタ持ってるのめっちゃ重要かなって思いますし、根幹持っていて、ピンポイントクロスを持っていて、スルーパスを持っているということで、本当にこのウィング、えー、右サイドハーフとして言うことないんじゃないかなと思います。まあ普通に逆足も一応使えて、こんだけね、使用感も軽さも呪くちということで、まあ実際に使ってみていただけるとね、わかるかなって思うんですけれども、マジでめっちゃ使用感いいんで、いや、個人的にはこの移動セッションをしていきたいなというふうに思ってますね。ぜひ、もしまだ使ったこと はい、ってことで3位はこちら、虫アラですね。3位に選ばせていただきました。いや、この虫アラも僕めちゃくちゃ使ってまして、ね、本当に虫アラね、スーパースタブとして優秀だと思ってます。特に僕はね、このドッグフィドリが登場した時のマッチパスもね、虫アラを使っているんで、今回これでご紹介していこうかなって思うんですけれども、どの虫アラでもね、まあ強いと思います。ちょっと見ていきましょう。プレイしたイがチャンスメーカー ということで、できるポジションはね、左のウィング、左のハーフ、OMF、CMF ってことで、できるポジション結構多いですよね。セントラルミッドフィルができるのもいいポイントかなと思います。で、ノロクシこんな感じで、ドリブルノロクシは全部90乗っかってきますと。で、瞬発も90乗っかってきて、ボディコンも89ということで、これでチームサーバーが乗っかってくると、はい、こんな感じで、で90以上の数値もかなり増えるんですけれども、まあ、決定力本当は8で乗せたかったかなって感じがしたんですが、まあね、一応6で収めました。で、パスはね、しっかりグランダーパスもフライパスも8以上まで乗りますと。 で、スキル見ていくとこんな感じですね。エッジターン、ジクラターン、ドロップシュート、ダブダ持っていて、ワンシュー、コンカー、マリシャワンパ、アシュラ、スーパー、サムということで、えシしコつけてあげればね、特殊ダブダーすることができるんですけれども、ワンパもワンシューを持っていてね、コンカを持っていて、ドロップシュートを持っているということで、まあスキルめちゃくちゃ優秀ですよね。やっぱりこのワンパ、ワンシュー、ダブダこれ持ちはめちゃくちゃ熱いんじゃないかなと思います。僕はいつもね、左ハーフかね、OMF で使っているんですけれども、サイドハーフでもね、中盤でもどこで使ってあげても強いと思います。個人的にね、 えー、CMF で使えるのもめちゃくちゃいいポイントかなってい思いますし、まあ、ドリブル能力値全部90超えていて、ボディコンも90超えていて、これでスーパーサブで能力値上がってきますからね、まあ弱いわけないんじゃないかなと思います。虫ラってまだ19歳なんだね。これは期待しかないで、もう3、4年後ね、どんな能力値になっているのかなっていう感じがしますけれども、本当にこの選手めちゃくちゃ強いんで、虫羅はね、持ってる方も使ってる方も多いかなって思ってるんですけれども、もし使ったことがないかとか言ればね、ぜひね、獲得して使ってみていただければなと思います。はい。ってことは最後、虫ラでした。 はい、え、てことで2位はこちら、グリーズマンですね。2に選ばせていただきました。いや、このグリーズマンですよ。特にこのショータイムグリーズマンね、まあこれな出てきたかなって思うんですけれども、このグリーズマンマジでね、めちゃくちゃ強くて僕ずっと。 と愛用用すすするんでででけど本当に使用感マジでいいです、まあ、これの前はね、フランスパックで登場したグリーズマンとかね、使っていたんですけれども、それ乗り換えてね、今このショータイム使ってるんですけど、フランスパックのとかでもめちゃくちゃ強いんで、まあ、グリーズマンスパサブとして本当最強クラスなんじゃないかなと思います。特にこのショータイムのね、グリーズマンは個人的におすすめです。ネズメーカーの飛び出し身長 176cm ですね。できるポレーションが両ウイング、CFST、OMF ということで、僕はいつもね、セカンドトップか OMF で使ってますね。まあでもウイングで使ってあげても 強いんじゃないかなと思います。能力値、こんな感じ。全体的にめちゃくちゃバランスいい能力値してますね。これ、チームサルが乗っかってくると、はい、こうなってきます。と、オフェンス91まで行くと、これ、めちゃくちゃ熱いですよね。ボルコン、ボールキープも90超えてきて、ボルコンに関しては95まで行きます。と、決定力も80以上行きますし、ス寿シもね、82、86ってことで、いや、これはまあ強いですよね。でスキルを見ていくと、こんな感じです、えー。ダブタ持っていて、シュートキのスキルだと、アクロバティックシューコントロール,ループ、ワンシュ持ってますね。ヒルトリック。 ライイジンンングシュートを持ってますねでピンポイントクロススルーパーストいや、これスキルもめっちゃいいですよね。ダブタワンシュー、スルーパー、ライジングシュートピンポイントクロス持っているということで、ピンポイントクロスを持ってるんでね、もちろん中央以外でもね、サイドルも使ってあげれるんじゃないかなと思います。まあ、この選手もね、身長あんまり高くないんで、ショーーめちゃくちゃ軽いですし、またあれですね、逆足がね、使えないんで左引きということで、まあ、サイドル使う際はね、左で使うか右サイドル使うかはね、しっかり注意していただければなと思います。まあ、グリーズマンもね、非常に人気なんで使ってる方はかなり多いかなというふうに思うんですけれども、 僕個人的にはね使用感もいいし前の推進力もあるしって感じで本当にめちゃくちゃいい選手なのでぜひね皆さん使ってみていただければなと思いますはいってこと2がグリズマでした続いてラスト1位見ていきますはいえってことで1位はこちらラファエルレオンですね1位に選ばせていただきましたまあもう皆さんねだんだんもう1位レオンだろうってね途中の方から思っていたかなって思うんですけれどもまあやっぱり1位はこの選手ですよね本当に最強だと思いますてかもう説明不要ですよねこの選手に関してはまあインレシなので ね、個人的にはやっぱり左サイドウィングってよりかはね、CF で使った方がいいかなって感じなんですけれども、たまにまインディッシュが好きって方もいるんで、まあ、そういった方はサイドも全然いいんじゃないかなと思います。まあレオンに関してはさ、もう能力もこれやばいですよね。チームスラル乗っかってきてないのに、このね、ドリブル、スピード、瞬発、ボディコン95位と、ね、チームスラル乗っかってきたらこうなりますからね。いや、これは強すぎでしょ。瞬発97までいって、ボディコン92と、ドリブルも94までいって、裏走スを落ちて1 0 2までいき というわけで、いや、これはセンターフォワードでみんな使えますよね。正直ね、圧倒的っていうかね、これ以上のスーパーサブ出てくるんですかね。まあ、B 固定ってところも含めて、間違いなく最強だと思います。まあ、週刊とかのレオンとかも登場してますけれども、十分それでも強いですよね。スキル見ていくとこんな感じです。エッジターン、ジクラターン、ダブタワンシー、ヒルトリック、コンカライジングシュート、シザーシュアシュアシュー、スーパーサブということで、ラらしくつけてあげるとね、特殊ダブタにすることができます。コンカ持っていてワンシュを持っているってことで、まあ、シュート系のスキルが多めに なってますねまあレオンに関しては逆足も普通に使えてえこの使用感ですなんかねレオンはねマジで身長188センチってことまあまあ高いんですけどそれでも使用感が軽いんですよね個人的にやっぱりハーランドよりもね使用感軽いんで僕もハーランドがこん使用感軽かったらいいなって感じがするんですけれどもこの選手に関してどんな育成してあげても強いかなーって思いますし B コーティーなんでねずっと使えるんでビッグタイムレオン持ってる方はねまあほんと一生勝ちから使ってあげてるんじゃないかなと思いますこの選手はマジで最強だと思うんでぜひ皆さんもねも 本当に持ってない初めたりの方はねスタンダードもい、いと思うんでぜひね獲得して使ってみてください、はいはことで、1位がレオンでした。はい、えってことで、今回は、現環境最強スパサブランキングベスト10ということでやっていったんですけれども、いかがだったでしょうかまあいろんな意見があると思うんですけれども、順位がこうとかね、この選手入っていないのとかいろいろあると思うんですけれども、そういった意見はね、よかったらコメント欄でね、教えていただければなと思います。まあ、他にもね、ダニ・オルモーとかね、マルシャルとかね、スパサブで優勝選手はたくさんいるんですけれども、ベスト10ならこれかなって感じで選ばせていただきましたね。よかったら参考にしていってください。 はい。こんな感じ、イットボール動画を周り投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もぜひ,ぜひお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。